はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸4をお送りします。で、前回調和数列1本取ったんですけど、まあ、その前からの続きですね。で、ここからまあ丸4なんですけど、こっから和が始まります。で、和の公式がポイントになっているんですけど、で、ちなみに和の公式って2つあるんですよ、等差数列で。それ2つ書いてほしいんですが、まあ、順番気にしないでください。どっちでも構わないんですけど。で、下の問題も含めて全部で5問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速、まずポイントの方からね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、前回の調和数列はちょっと置いといて、その前までは、まあ、一般項とかをずっとやってきたんですが、まあ、ここから和が始まると。和っていうのは、その数列がポンポンポンって数字が並んでる、まあ、全部を足したものね。和。で、今回、初項 A、まあ、交差 D、ここまでは同じなんですけど、あと、末項を L とします。末項 L。で、項数が N の等差数列の和を SN。これよく和は SN を使います。とすると SN イコールほにゃららとほにゃらら、2つの表し方があると。で、最初にも言ったように書く順番はどっちでも構わないんですけど、必ず2つとも覚えてください。で、まず1つ目が、これね、両方とも固定なのが2分の 1N は固定です。こっちも出てきます、2分の 1N が。で、1つ目がカッコ A プラス L です。2分の 1N カッコ A プラス L で、もう一個ね、先書いちゃいましょう。で、こっちも、まあ、さっき言ったね、2分の 1N は固定で、中カッコのここ 2A です。プラスカッコ N マイナス 1D 中カッコ閉じと、これが両方公式となってます。で、なんで2つあるかっていうと、これ、ね、使う場面が違うんだよね。で、何が違うかっていうと、こっちって N と A と L を使ってる。こっちは N と A と D を使ってるのね。で、つまり、こっちは、D か。交差を使わなくていい。逆に言うと、初項と項数と末項、3つ揃ってれば和が出すことができます。初項と末項と項数ね。この3つ。で、こっちは初項と交差と項数があれば出すことができます。L がないんでね、こっちは。だから問題によって、まあ、下でね、また説明しますけど、問題によって載ってるもの、まあ、分かってるものによって使い分けてください。どっち使っても構わないので。ただし、初項と項数は両方共通なので、必ずなきゃいけないの。初項と項数ね、ここはなきゃいけないと。で、ちなみにですね、まあ、この公式から分かることなんですが、ここ L。末項あるでしょ。で、末項の出し方ね、一応おまけで覚えておいてください。末項は、A プラス、カッコ、N マイナス 1D。一般項と同じやつだね。これで出すことができます。初項プラス、まあ、カッコ N マイナス1かける交差ですね。で、その L。これあるでしょ。これを、ここに代入したのがこれなの、実際。ここにね、A プラス、カッコ N マイナス 1D を代入すると、中身これ変わるので。変わっただけなんですが、まあ、ぜひね、一緒に覚えておいてください。で、実際ね、まあ、それ使って解いていくんですが、まあ、等差数列の和を求めようと。で、3番は初項分かってる、末項分かってて項数分かってる。で、さっきも言ったように、初項と項数は必ず必要です、ここに関して。だけど、あともう一個、初項項数揃ってるんで、末項が分かってる、まあ、L の方だよね。つまり、こっち側を使って解くことができる。なので、まあ、あとこれね、公式使うだけなんだけど、SN イコール2分の 1N なんで、N 項数だから、8、カッコ、初項プラス末項。だから、マイナス10、プラス45。あとこれも計算するだけね。で、ここ約分すると4。4かける35。140か。これで終了ですね。まあ、公式さえ覚えてしまえば、まあ、どうってことはないかなと思います。
で、4番は書庫、工数、まあ必要なものは揃ってて、もう一個は交差なんだよね、 D の方だから、こっち使います、右の方ね。で、やっていくと SN イコール2分の 1N なんで、工数16で、中括弧、ここ気をつけてね、 2A だからね、最初 2A なんで、64、2倍しちゃいましょう、128プラス括弧 N-1D で、 N-1、 N は工数なんで16-1です。ちょっとこれもね、あの括弧書かずに書いちゃおう、16-1だから15かける D が -5 ですね。で、括弧を閉じますと、こんな感じで、これは一応書こうか、ここ約分すると8、中身が掛け算からだから、こっちがマイナス75、75だから53か、 8×53 なので、424かな、こんな感じでね、ぜひやってみてください。で、ちょっとすんなりいかないのが最後ですね、5番。これは書庫とか書いてないんですが、まあ数列が書いてある、20、14、点々点、マイナス58と。で、こっから分かる情報なんだけど、まず一番最初、書庫だよね、だから A が20は分かります、ここで。で、最後マッコ L がマイナス58、もう分かる、マッコって一番最後のことだからね。で、あと分からない、あと交差も分かるね、交差がこれマイナス6ずつ減ってるので、この部分から交差がマイナス6も分かると。おっしゃ、3つ分かるからいけんじゃねって思うんだけど、さっきも言ったように書庫と工数は必須なので、工数がないのね、ここだから工数を出しに行かなきゃいけないんです。で、どう出すかっていうと、これ結局ここまあいくつか分からないけど、これがね、例えばこのマイナス58が10番目、まあ10項目ですねだとしたら、これが10項目だったら工数ももちろん10じゃん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個目なんだから、だから10個だよね、全部で。つまりこれ結局今わからないから N 項目なんだけど、これが第何項目なのかさえ分かってしまえば、全部で項がいくつあるかもわかると。で、その出し方は一般項出します、まず一般項で、一般項が今書項と交差が分かってるんで出すことができる。で、やっていくと AN 入ってるかな、 OK イコール、これと同じだね、一般項は A プラス括弧 N-1 かける D なんで、かけるマイナス6と。で、計算すると、配ってね、マイナス6を、マイナス 6N プラス26か、これが一般項になります。で、結局、まあ、ここじゃなくてもいいんですけど、例えば、まあ、これ14って、2項目ってすぐ見た目でわかるけど、もしだよ、この14が2項目ってわかんないとします。ありえないけど、状況として。ありえないけど、もしこれが第何項目なのかなって調べたいときは、一般項イコールこれにすればいいんです。それちょっとやってみるね。これ消しちゃうけど。一般項が今、出したらこうなったでしょ。これが14になるとき、つまり14、解いてみると、26、こっちに持ってくるんで、マイナス12に変わります。で、マイナス6で割れば、N イコール2、つまり2項目ですよねって。こうやって第何項か出すことができる。なので、同じようにやっていくと、このマイナス58が第何項かを調べたいでしょ？つまり、一般項イコールマイナス58を調べる。で、そうするとマイナス 6N。持ってくるとでかいな。マイナス84か。で、マイナス6で割ると、14かな。合ってるかな？大丈夫ね。つまり、このマイナス58は第14項目なんです。つまり、項数が14なの。で、やっと項数が出たので、まあこれどっち使ってもね、 D も L も分かってるんだけど、まあこっちの方が簡単だよね。なので SN イコール2分の1、今項数出した14で括弧入るよね、だよね、
チョコプラス抹香なので、20とマイナス58足したいんで、まあこのまま書いちゃうか。で、約分して7。ここがカッコマイナス38。なので、マイナス、266かな。入ってるかな。あ、やべ、消えた。ごめん、ちょっと上に上げますわ。ここまでか、詰めるか。ごめんね。ちょっと詰めます。7かけるマイナス8イコールマイナス266と。これで入ったかな。あ、ギリ入ったね。といった感じになります。で、まあこういうタイプもよく出てきます。こう特に工数がわからない時が多いかな。個人的な意見としては。で、たまに聞かれるんですが、どうしてもね、割って言われると物を足していくので、プラスになるイメージがあるんですよ。でも普通にマイナス出てくるからね、割って。で、なぜかっていうと、数列、まあこの場合もそうですけど、20、14、まあ6ずつ減ってるからね、14、次が8、2で、マイナス4、マイナス10ってなってくじゃん。これもマイナスのゾーンが圧倒的に多いんだよね。つまりそれを足してしまえば、確実にマイナスが強くなる。数がでかいからね。だから和を計算してマイナスもこうやって普通に出てきますので、まあそこは特に気にせず、こういう感じで、まずは初項と項数、これが必須で、あとは交差と末項がそれぞれどっちか分かっていれば、公式を使い分ければね、解くことができますので、こんな感じでね、やってみてください。では今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸5はね、ポイントなしの問題演習を3問やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。